こんばんは、サブイボラジオです。今日はですね、名城学院事件という、私立の学校を舞台にした業務上横領事件と、それにまつわる元プレサンスコーポレーション社長による国家賠償請求訴訟、裁判についてお話したいと思います。この事件はですね、大阪の天王寺というところがあるんですが、その少し南、二駅ぐらい行ったところに文の里という、地下鉄の駅がありまして、そのすぐ近くに名城学院という、これ100年ぐらいの歴史のある元女学校、現在は確か共学やと思うんですけど、そういう私立の学校があるんですが、ここで2016年、から2019年ぐらいまでの間に理事長がいましてですね、この人が学校のお金21億円ぐらいを横領したというような事件がありました。で、当時のこの理事長はすでに逮捕されて有罪判決が出てるんですが、この事件ですね、この逮捕されて有罪判決が出た理事長と他4人ぐらいが逮捕されてるんですが、そのうちの1人が、大阪発祥なのかな、プレサンスコーポレーションという、マンションの建設会社がありまして、そこの元社長だった山岸忍さんという社長さんがいるんですが、この人もですね、お前もこの横領事件に関わってるだろうということで、逮捕されて、裁判が行われたんですが、結果無罪になった。で、無罪にはなったんですが、その裁判の過程でこのプレサンスコーポレーションという会社の社長を辞めなきゃいけなくなったり、あと、250日ぐらいずっとその拘留されてた、その檻の中に入れられてたみたいなことがあって、今国家賠償請求訴訟7億7000万円の損害賠償を国に求める裁判を大阪地裁でやっているという、この事件実は2つ一緒のもんなんですけども、この事件についてお話したいと思います。この実はこの名城学院というのがですね、僕の実家の近くで、僕結構この学校に思い出があるんです。女子校なんで僕は通ってないんですけども、実はその習い事をした時この近くに行ってたんで、すごいよく覚えてるんですね。そんな話も交えてお話したいなというふうに思います。まずはこの名城学院事件という事件なんですが、この学校にまつわるトラブルって結構多いですよね。皆さんよく覚えてるのは、例えば日大の事件ですよね。その元々はこのアメフトから始まってですね、そのアメフトの悪質タックルから始まって、その後ですね、理事長が悪いことをしてたんじゃないか、みたいなこともあって、いろいろその日大の闇みたいな感じで報道されてですね、最終的にはアメフト部が大麻をなんかこうやっててですね、でそれでアメフト部はもうなくなるみたいな、なんかずっと結構長い間いろいろ日大みたいなことになってましたけど、そんな事件もありましたし、結構その大学ってすごいたくさんのお金を持ってるので、そのお金があるところにやっぱこういい人も悪い人も来るということで、いろんな事件が起こってます。で、名城学院というのは決して大きな学校ではないんですけど、歴史のある学校ということで、ここを舞台にした21億円の業務上横領事件、これがいわゆる名城事件と言われる事件です。で、もともとはですね、1920年代ぐらいなんで、もかなり古いです。また第二次世界大戦前ぐらいに、天王寺の少し南側、結構お金持ちが養蚕住んでるエリアなんですが、この文の里とか安倍野とか言われるところにできたのがこの名城学院。もともと女子校でですね、
10年前ぐらいかなに驚愕になったんですけど、やっぱり少子化の影響で生徒さんが減ってですね、ちょっとその経営状態が悪くなった。で、この時に現れたのが大橋美恵子という、まあ、女性の元コンサルタントみたいな人なんです。まあ、この人がはっきり言って怪しい人でですね、まあ、バックにはですね、まあ、こうヤクザとつながっている人がいたんじゃないかみたいなことは言われてるんですが、まあ、この人がこの名城学院のその経営悪化をまあ改革するという名目でやってきてですね、まあ、その学校の土地とかをまあ私物化したんじゃないかというのがこの名城学院事件と言われる横領事件です。で、この大橋美恵子さんはですね、18億円という、まあ、巨額のお金をプレサンスコーポレーションという、まあ、マンションを作ってですね、それを売ったりする会社の社長の山岸さんから借ります。で、このお金を使ってですね、まあ、学校にお金困ってるでしょ、10億円ぐらいとりあえず貸しましょうかって言って貸してですね、まあ、それでちょっと権力を握ってですね、さらにあの学校の理事たちがいろいろいるんですけど、その人たちにもこうお金を配ってですね、これ私の気持ちです、取っといてくださいみたいなふうにお金配って、この学校内でまあどんどん権力を積み上げていった。そして理事長になりました。で、この頃にですね、この名城学院は校舎を、まあ、地下の高い、まあ、その天王寺安倍のあたりから、まあ、少し田舎に引っ越すという計画があったんですね。で、もし引っ越したら、もともとこの天王寺安倍の界隈、結構地価高いんですけど、ここに広大な敷地がある、まあ、これを売ったらですね、まあ、一気に学校の経営状態はまあ良くなって、さらに多額のお金が生まれる。まあ、その額50億円ともですね、100億円近いとも言われるまあお金が生まれるというようなことを言われてたんです。なんですけど、この校舎移転計画はですね、まあ、100年以上の歴史のある学校、まあ、元女学校、女の人が行く学校やったんですけど、まあ、卒業生もそうそうたるメンバーでですね、まあ、そうそうたるメンバーって言っちゃったらあれですけど、例えばあの綾戸千恵さん、毎度大きにみたいな大阪のおばちゃんっぽいんですけど、あのテネシーワルツとかですね、アメリカの名曲をすごいこう魂のこもった、まあ、ブルースのような感じで歌い上げるジャズシンガーの方とか、あとはね、あの加納姉妹の妹さんの方、あの美香さんって言われてる方ですね、あのお姉様っていう方の人です。ああいう人らが、あと木田太郎の奥さんとかですね、あのアジアンのババゾノとかもいるんですけど、まあそうそうたるこの卒業生がいますので、まあでもね、お金持ちの方がよく通ってらっしゃるんで、やっぱ卒業生の人たちはですね、学校にこう多額の献金とかですね、寄付とかしてるんで、やっぱその発言権が強い。で、そういう人たちがやっぱ名城学院は大阪の文の里のあっこの場所にあるからいいよと、まあ、いうことで、この移転計画はなくなりました。で、まあ、この大橋明子はですね、このプレサンスコーポレーションの社長からお金を借りてですね、学校を移転させたら、まあ、巨額のお金が生まれる、まあ、これによってですね、まあ、一発儲けたろうかと思ってたんですが、これがうまいこといかなくなった。で、そこからですね、さらに運転資金にまあ困ってですね、まあ、結局学校の土地半分を売ってしまって、そのお金で学校を建て替えて、残った21億円で、まあ、自分の懐にお金を入れたり、まあ、18億円もともとプレサンスコーポレーションの山岸社長から借りてたから、それを返したり、で、他、まあ、お世話になった他の理事さん、自分をまあ理事長にしてくれた他の理事さんにお金配ったり、まあ、この21億円のお金を私的に使ったということで逮捕されます。で、これ以外にもですね、まあ、実はその仮想通貨にお金を投資してですね、でその仮想通貨がもう
価値がなくなってしまってですね、で、まあ、学校をむちゃくちゃ損させたみたいな、まあ、そんなことも言われてるんですけど、まあ、困難が合わさってこの大橋明子は2019年に逮捕されました。で、それにまあ協力していた、まあ、プレサンスコーポレーションの子会社の社長さんも逮捕されまして、でプレサンスコーポレーションの社長の当時の社長の山岸さんも逮捕されました。で他もね2人ぐらい逮捕されたんですが、まあ、結論から言うとこの理事長だった大橋明子は懲役刑5年ぐらいの懲役刑だったと思うんですけど、いわゆる有罪判決が下されています。懲役5年6ヶ月かな。でプレサンスコーポレーションの子会社の社長、まあ要は大橋に18億円お金を山岸さんが貸す時の仲介役になった人ですよね。まあこの人も執行猶予付きの有罪判決が出ています。なんですが、まあ、18億円のお金を貸したプレサンスコーポレーションの社長の山岸さんは無罪と、まあ、いうことになりました。まあ、無罪になったからええやんということなんですが、実はこれ当時ですね、これ2019年の12月ぐらいかな、大阪地検特捜部はですね、この明城学園の元理事長の大橋美恵子とプレサンスコーポレーションの子会社の社長とプレサンスコーポレーションの山岸社長を逮捕した時にですね、まあ、マスコミにいっぱいリークするんですよね。こいつらこんな悪いやつなんです。まあ、実はこの山岸社長が裏で絵描いてて、まあ、18億円をこの大橋元理事長に貸して、で学校の土地を私物化してですね、後で大儲けしようと企んでたんです、まあ、みたいなことを言うんですね。でこの大阪地検特捜部から、まあ、リークされた情報でテレビも新聞も、まあ、バン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 こう山岸社長は悪いやつだみたいなことを書きまくるんですね。でこれによって山岸社長はプレサンスコーポレーション自分で立ち上げた創業社長なんですが、まあ、社長を辞任することになりました。まあ、さらに250日の間ですね、裁判で戦い続けて最終的にまあ無罪を勝ち取ったんですが、まあ、この時の検察のまあ取り調べとかがですね、まあ、かなりひどかった、まあ、そんなこんなで無罪を勝ち取ってから2年ぐらいが経ってるのかな、今ですね6月から大阪地方裁判所で、まあ、国に対して不当な逮捕と不当な取り調べ、そして、まあ、それによって受けた不利益に対する損害賠償として7億7000万円の国家賠償請求の裁判をやっています。で、もともとね大阪地裁はねこの裁判が今まあどうやら注目されてたんですが、まあ、同時に行われてるのが、まあ、この間紹介したその羽曳野の方で、まあ、こっちも冤罪じゃないかみたいなことも、まあ、一説には言われてるんですが、羽曳野の軽里というところで起こった、まあ、殺人事件の裁判も行われています。で、このプレサンスコーポレーションのまあ、元社長の国家賠償請求に関してはですね、まあ、当時のですね大阪地検特捜部の検事たちがですね、まあ、違法な取り調べをやったんじゃないか、まあ、要はこの山岸社長の部下を脅しまくってですね、お前嘘だろ、今のが嘘じゃないなら何が嘘なんですかとか、あなたはもう詰んでるんだからもう起訴ですよ、てか有罪ですよ確実に、とか、一丁前に嘘ついてないなんてカッコつけるんじゃねえよ、ふざけんな、検察なめんなよ、とか、あなたはプレサンスコーポレーションの評判を貶めた大罪人ですよ、10億20億の損害賠償じゃ済まないんですよ、それを背負う覚悟で話をしてるんですか、まあ、みたいな方に脅したんですね。で脅して何をしたかったというと、この山岸社長が、まあ、黒幕だと山岸社長の部下に、まあ、言わせたんですね。まあ、具体的に言うと、まあ、細かい話なんで、まあ、ちょっと興味ない方にはあれなんですけど、山岸さんは確かに18億円を
貸してるんですね。お金を貸してるんです。まあ、なんですけど、山岸さんはこの名城学院という学校が経営状態が困ってるから、まあ、18億円を貸すと。で、これによってまあ利子が取れるとか、まあ、もし学校が移転される時には、まあ、そのプレサンスコーポレーションと何らかの取引をしてもらうことによって、まあ、利益が上げれるんじゃないか、まあ、この辺のことは思ってたと思います。ですが、まあ、それは一切違法な面は別にないですよね。なんですけど、検察が描いた絵は山岸さんが、まあ、元理事長の大橋に18億円貸すことで、大橋がそのお金を学校の権力者にばらまいて、で、まあ、ある意味では不法に理事長の立場に立って権力を握って、で、学校の土地所有物を私物化して、その利益をこの山岸社長、プレサンスコーポレーションの社長もゲットしようとしてたと、まあ、そういうふうな絵を描いたんですね。で、行為としては、まあ、18億円を貸して18億円返ってきたという行為は同じなんですけど、まあ、ここに違法性があったと、まあ、いうような、まあ、そこにズレがあるんですね。違法性があったと思ってる検察と、いや、そんなこと違法性は一切なかったと言ってる山岸社長で、これはまあ山岸さんが勝って、で、さらにその裁判の中で、取り調べの中で、大阪地検特捜部が違法な取り調べをしていた、まるで脅すような取り調べをしていたと、まあ、いうことを今の国家賠償請求の裁判で、まあ、争ってるっていう、まあ、そんな感じです。ややこしいですね、結構。僕も何回もね、この動画のね、テレビ局の動画とか見てですね、いろいろこう勉強したんですが、なかなかこれを掴むのが難しかったです。まあ、18億円はほんまに貸してるんですよね。まあ、でも、まあ、それはお商売なんで、別にその何ら悪いことは別にないわけで。で、ちなみに言うとですね、このプレサンスコーポレーションの、まあ、子会社の社長ですね、これ小林という社長も、まあ、結果的に執行猶予付きの有罪判決は出てるんですが、まあ、この時に、まあ、その裁判長の人もですね、この子会社の社長だって最終的に事件で利益を得てないと、まあ、いうことで、まあ、その理事長に手は貸したけど利益を得てないと、まあ、いうことで執行猶予付きの有罪判決なので、まあ、やっぱり悪かったのはですね、まあ、この大橋美恵子という元理事長の女、まあ、この人がまあやっぱ悪かったと、まあ、いうことのようです。で、本当だったらですね、まあ、裁判これ、金曜日もあるんですけどですね、これ配信されてるのが金曜日ですんで、今日ですね、今日もあるんですけど、多分今日もこれちょっと裁判はいけないと思うんで、もうちょっとこれ裁判続くんで、そこは行きたいなと思ってます。で、この裁判の特徴としてはですね、大阪地検特捜部の検事たちがですね、しかも幹部クラスの検事たちが4人、まあ、法廷にですね、その自分たちがやったことをどう思うかという、まあ、ある意味ではですね、反対の立場、普段は追及する立場ですけど、自分が追及されるような立場で法廷に出てくると、まあ、これが、まあ、見どころというふうにも言われています。6月12日の記事では、検事のですね、まあ、現在は東京の検事なんですけど、田淵検事という、まあ、元、大阪地検特捜部の部長だった人がですね、法廷に、まあ、やってきて、で、まあ、当時の取り調べが正しかったのか、あなたはまた再び同じような取り調べをするのかとか、あなたの取り調べに反省はないのかというようなことを、まあ、逆に、まあ、言われたという、まあ、これが今までのですね、この裁判の歴史上初めてのことということで、まあ、この辺は注目されています。
で、まあ、言われたその検知もですね、言葉に不穏当なものがあった、全く非がないとは思っていないと、まあ、素直にすいませんって言えよとは思うんですが、まあ、そういうふうに言ってると、まあ、悪いとこはあったなと。でさらにこれからもあなたは検事ですけど同じような取り調べをするのかということを言われたらですね、まあ、まずしないと思うと、まあ、すいませんでしたって言えよと思うんですが、まあ、そういうやり取りはあったと、まあ、いうことです。結構ね、大学ってやっぱりいろいろ事件あるんですよね。大阪の方の私立大学もですね、なんかに投資して巨額の損失を出したとかですね、まあ、少し前ですけど2008年リーマンショックの時はですね、これ駒沢大学って、これ確か東京の大学ですよね、ここもですね154億円の巨額損失を出したとかですね、まあ、そういうことはあるんですよね。この154億円の損失を出して大学は大丈夫なんかと思うんですが、やっぱ私立大学はむちゃくちゃ金持ってるんですよね。で、こんな記事を見つけたんですが、運用資産を多く持つ私立大学ベスト50という記事がありましてですね、これまあ少し前2023年、去年の3月のデータなんですが、まあ、要は大学はお金をいっぱい持ってるから、これを運用に回してですね、例えばまあ株に投資したりとかですね、会社経営してる会社、大学もあるんですけど、あとなんかこの会社の大株主になってる人たちも、大学もあるんですけど、まあ、そんな大学の資産の多い順でいうと一番多いのが東京の帝京大学、ラグビー強いところですね。あっこはですね、およそ4000億円の資産があってですね、なんとこの資産のその運用の利益だけで年間に67億円ぐらいあると。年間67億円ですよ。もう学校じゃなくていいやんと思うんですけど、もうそれただのファンドやんとか思うんですけど、まあそういうことをしてると。で、2位がですね、この川崎学園という、まあ、どこやねんと思うんですけど、まあこれ医科大学とか医療福祉大学とかそんなんやってるんですが、ここもですね、資産規模3700億円で年間のですね利益155億円。これ資産運用も帝京大学よりうまいやんと思うんですけど、まあこんなんで。3位が日大ですよね。理事長がですね、あれ作家の女性の方に代わってですね、まあ、そこからまだいろいろありますけど、副理事長が元検察官の方で、その人と理事長が喧嘩してですね、そのなんかこういろいろあったりとか、そんなところですね。あそこも3300億円の資産があって、年間14億円ぐらいこの資産運用だけで利益がある。で、4位が慶応義塾大学2000億円。あと大阪でいうとね、近大が6位に入ってます。すごいですね。1670億円の資産を持っていて、資産運用だけで年間5億。すごいですね。なんかね、うちの息子さんがですね、まあそろそろ受験だみたいな、そういう年齢なんです。中学校3年生ですかね。ゲームばっかりやってらっしゃいますが、まあ彼もですね、じゃあそろそろ高校どこ行くんですかみたいな話になってるんですが、僕なんかいろいろちょっと見てたら、大阪の人間って結局みんな近大行くやんってちょっと思いました。どうでもいい話しますよ。今からもう事件の話は終わりですし、今日はもともとね、この結構その経済的な事件なんで、ちょっと退屈を感じられる方も多いと思うんです。しかもそこに私が家族エピソードを掘り込んでいきますね。今からちょっと退屈してる方いると思うんですが、すいません。今大阪の高校って維新が私学無料にしたんで、まあ、僕すごいありがたいんですけど、親としてはもう国公立が全ての学校が定員割れしてるみたいな事態なんですよね。まあ、でもやっぱ国公立もまあその興味がうちの息子さんあるみたいで、まあ、一緒に見学とかも行ってるんですけども、でいつもね、学校の人ってうちの学校入ってもらったら進学先の大学とかはこんなとこですよっていうのをまあ見せてくれるんです。で、例えばね、何々公立学校に 2,3 校行きました。
で私立学校も何校か行きました。ほんでこの近大の近大附属高校というのも行ってきたんですね。めちゃくちゃ大きかったですね。もうびっくりしました。近大附属はですね、東大阪の方にあるんですけど、あの 5G が近大の中だけ飛んでるんですね。もう東大阪なんてね、もうあの 4G でもなくて 3G ですよ。これこんな言うと怒られる、嘘ですよ。あの近大の中だけ 5G が飛んでるんです。でもちろんコンビニもありますね。あのめちゃくちゃ美味しそうななんかレストランみたいなのもあったり、ドコモショップもあったりですね。ここほんまに大学系と思うんですが、まあ、そんだけ充実した設備です。で結論から言うとですね、どこ行っても最終的にみんな近大行ってるやんっていう風に、あのその進学先を見たらなるんですよね。まあもちろん賢い方はですね、京都大学に行かれたりとかですね、あのなんやろ、あの私立にしてもカンカン同立っていうすごい頭いいとこ行くんですけど、どこの高校を見てもみんな大体近大行くやんみたいな風にちょっと思いました。その近大が大学の資産ランキングのまあ6位に入ってるっていう話ですね。やっぱ近大すごいな。だってあの立命の方がそれより資産が少ないですからね。同志社もその下ですしね、早稲田も下ですからね。うん、やっぱ近大ってすごいなと思いました、そんな話です。あとそうやな、名城学院という、今回のこの事件の現場となった名城学院が実はですね、あの僕の実家の近くなんですね。で昔この学校のすぐ近くにあのピアノ教室がありましてですね、僕はそこに行かされてたんですね。まあピアノは全然好きじゃなかったんですが、あの母親がまあピアノでもやってみたらっていうので、小学校1、2年、まあ2年か3年ぐらい通ってました。でまあ大阪のですね、まあ南の方っていったらちょっとまあ柄が悪い、例えば西成とかあったりとかするんですけども、この阿部野とか文の里とかこの辺りはですね、まあ、大変お金持ちの多い場所なんです。で昔から住んでらっしゃるお家なんかではですね、あのまあ結構地価も高いんですけれども、大きなお庭があってですね、お庭の中になんか巨大なですねジブリ映画に出てくるような木がニョキって生えてるような、まあ、そういう歴史のある家とかもあってですね、まあちょっとその僕らが住んでるようなそのガチャガチャした場所とはちょっと違うんですよね。でそこまで自転車乗ってキコ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 行くんです。でこの名城学院自体も、まあ、当時、まあ、僕が小学校時代なんで、もう今から40年ぐらい前の話ですけど、まあ、その頃はですね、まあ、お嬢様学校でした。制服を着た、まあ、綺麗な女の人、綺麗なお姉様ですね、可愛らしいお姉様で、みんななんかちょっとお金持ってるし、みんななんかいい匂いしそうな人がたちがいっぱいいる、まあ、そういうエリアに、まあ、ボロい自転車でキコ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 ピアノ習いに行くんですね。で学校のすぐ近くの路地をスッと入ると、まあ、ピアノ教室、まあ、ピアノ教室言うてもですね、まあ、お金持ちのお嬢様が、まあ、趣味みたいな感じでやってるようなピアノ教室でした。うちの母親どこで見つけてきたのか知りませんけど、寒い晩あんたちょっとこのピアノ教室で行ってきなさいっていうので僕行ってたんですね。でその名城に通ってるあの綺麗なお姉さんたちを横目で見ながら、まあ、キュッと路地に入っていったらその大きなお家があるんです。そのお家もね、庭になんか綺麗な花咲いてるし、大きな車あるし、家自体も大きいですしね。で鉄の門みたいなのついてるんで、それをキーってちょっと開けるんですね、自転車止めて。そしたら庭にちょっとポンポンポンと綺麗な花なんか咲いてて、なんかええとこやなと思いながら、しかも庭にあの何て言うんですかね、あの石畳みたいな穴が引いてあるんです。こんなん見たことないわ思いながら入ったら、まあ、先生が弾いてるピアノのこうなんかこうパララララランみたいな音が聞こえてくるんです。なんかええとこやなと思いながらいつも行ってました。で先生の家扉開けるんです。まあ大きな木の白い扉でしたね。開けたらなんかね、もうそこでいい匂いがするんですよね。これあの僕当時学童保育とか行ってたんですけど、学童なんてもう臭い臭いですよ。みんなの足臭い匂いしかしんひんし、まあ、友達の、ね、
タクの家とかソウちゃんの家とか行ってもですね、あ、ソウちゃんって言っていいかな、 S ちゃんの家行ったりしてもですね、そんないい匂いしません。人んちの匂いってなんか昔嫌いでしたけどね。でもその先生の家はなんかいい匂いするんですよ。何の匂いなんでしょうね、あれ。なんかいい匂い。で2階に階段トコ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 と上がっていって、先生の部屋、まあ、大きなピアノ置いてるんですね。あ、寒い坊くんこんにちは。あ、どうも。今日はちゃんと練習してきた。いや、全然してないです。あ、寒い坊くんシール買って、シール見て。先生はね、あのピアノの先生なんですけど、いくつぐらいやろな、当時20代半ばぐらいの綺麗な先生でした。まあお嬢様なんですよね。なんかいつも優しくてニコニコしてるし、優しい先生。先生なんかようシールを買ってきて、これシール見てって、いつもねなんか匂いのするシールを買ってきはるんですね。いちごのシールはいちごの匂いしますね。バナナのシールでしょ、あと 何あったかな、みかんとかリンゴがあったんかな。でそれをまあピアノのあのバイエルンっていうあの教材ですよね、あれで先生と一緒に練習して弾けるようになったら、そのシールをいつも貼ってくれるんです。寒い僕見て、新しいシール、バナナ、可愛いでしょ、ああ可愛いですね。でいきながらちょっと練習して、またお家でも練習してね、じゃあ来週もよろしくお願いします、気をつけて帰ってねって言いながらも、まあ、僕帰っていくわけですね。で、まあ、家にもですね、一応なんかあのちっちゃいピアノみたいなのがあって、そこでたまに練習するときにそのバイエルンを開いたらですね、先生が貼ってくれたシールが貼ってるんです。でちょっとまあ練習してたら、まあ、別にその匂いを嗅ぎたいわけじゃないですけど、そのやっぱこうそのバイエルンのテキストを持ってですね、なんかこうバナナのシールってこう匂いするんですよね。ああなんか匂いするなと思ってたら、後ろからおい寒い坊、え何、まあ、うちの兄なんですね。お前今なんか先生が貼ってくれたあのシール匂っとったんやろ。いや匂ってないよ別に、嘘つきやお前、先生あれいつもなんかいろんなシール貼ってくれるからさ、お前それ匂ってたんやろ、キンモみたいな、鬱陶しい兄貴やなと思って、うっさいな、お前かってゴリラみたいな顔してピアノ習っとったやろ、うっさいじゃん、ガン肩殴られてですね、いたってなるという、まあこういう思い出がふとこの名城学院というのを聞くとですね、僕はまあ思い出すんです。何の話やねんと思うかもしれませんけど、そういうね、僕は昔ピアノを習っていきました。なので猫踏んじゃったは弾けますよという、あとあのガンダムも弾けますよ。ミソドドド、ミソドドド、ミソドドド、シラシシ、ソソラララレなんですよね。はい、もう今日もようわからん話になったんで、もうここで終わりです。はい、今日はですね、2016年から2019年まで起こった名城学院事件と、プレサンスコーポレーションの元社長山岸さんによる国家賠償請求裁判についてお話しさせていただきました。すいません、ありがとうございました。